ブザンは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。モージュ地方にあるアンジュのコミューンであり、ショレと接している。標高が、最も高いのは、陶器製造工場がある、コミューン南部の180メートルで、反対に最も低いのは、トレマンティーヌの橋と接している、エブル川沿いの113メートルである。ボカージュと呼ばれる、 低寒牧地帯が多くを占める。いわゆるブザンの森は、ニュアイエ、シャンテルイコールレイコールボワ、イゼルネを覆っている。大きくなってエブル川を形成することになる小川が発生するのが、ブザンである。19世紀に描かれたブザンの森コミューンの領域では、古代の痕跡は何も見つかっていない。おそらく長期にわたって森林に覆われていたと考えられる。伝承によれば、 初期の集落は、ギャルド丘陵の麓、と、レニエと呼ばれる場所にあったとされる。ウザンという地名が初めて記されるのは12世紀のど、ラポルト家とその城塞に関連する文書である。中世にはこの城塞の周囲で、村の生活が営まれた。1590年に、新京都の信仰の場が設けられるが、1622年に、ルイ13世の命で破壊されている。 城は18世紀に庭園や潜水と共に再建された。バンデ戦争の間、ブザンは血なまぐさい軍事作戦の舞台となった。1794年に共和国が派遣した地獄部隊が通過した後には城を含めて黒焦げの廃墟が残るのみで、これを耐えたのは数えるほどの町の住居だけだった。参照もと、 1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年までイヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。